今日は、小川原の子供一番お祭りが行われています。小川ホステルの皆さんが、林を行く中、今、子供のおみこしが宣言公園に帰ってきたところです。今、それぞれ、この右からと左からと、子供たちが帰ってきております。今日は朝のうちは雨だったんですが、天候が落ち着きまして、今、子供さんなどの見越しが帰ってきたところです。野球の、地域の野球クラブの皆さん方、あるいは子供会の皆さんたちが大勢参加をしております。この地域の宣言公園に今、見越しが地域を、それぞれの地域を回って戻ってきたところです。お母さん方も一緒ですので、一つの見越しに100人以上の皆さんたちが集まっております。ちょうど今、2期戻ってきたところです。氷の中は今、いっぱいになっております。